べえ、誰誰とかじゃないけど、あ、引っ掛ける引っ掛ける、見て見て、猫や猫、おっさんなのに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、うー、びっくりしためっちゃ遠くなった。今のお願いはこんな感じです。 Hello 3D World、 3D World？ 綺麗な絵になるかな。可愛い木をいっぺい植えたんだけどよ。木は？あ、Lスティックを植え。で、登りから誰かゴールしてみてくんねえかな。ちなみにここのパックンフラワーを踏んで倒せっから。農家のおばさん、おばさんなんや、おじさん想像して読みよった。では、気をつけて。まあ、要はパックンフラワーを普通に踏んで倒せるよってことよね。あ、綺麗！めっちゃ綺麗やん。あ、もう動かせた。あっちの方にある、え、あ、うん、なるほどなるほど。この手前がコースね。この、あ、待って、なんか狙われる。これ、あ、中に入った。お、おー。え、ちょ、待って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 。あ、なるほど、そういう壁キックとか。ちょ、待って、無理なんですけど。無理なんですけど、ちょっと助けて。これダメージ受けるのかな。あ、あ、ててててはっ、うん、上がれぬ。どうやって上がれるんやろ。一番上に、あ、出れる。しかもあれやん、なんやった、キノコゲットできた、キノコ。ほ、これはパイーン。待って、もうちょっと、はよし。こっち側はなんかアイテムじゃなかった？これ壊せるんかな？あ、あぶね。あぶね。あ、なんか横？横を壊すんか、あれ。ちょっと待って。あ、全然ダメやね。これが壊せるやつかな？ていー。ん？全然壊せんや。は。え、全然壊せんねえけど。怖。ここ。なにこれ、なにこれ、誰？誰とかじゃないけど。あ、引っ掛ける引っ掛ける、見て見て、猫や猫、おっさんなのに。にゃおにゃお、かわいいおっさんだね。あ、これ壊せるんじゃない。はっ、ねえ、落ちた落ちた。無理。猫ー、猫のコスプレをして、え、なに壁、壁、壁登れる。あ、ちょっと待って、あれ、あ、これでも下ないよね。あ、ん、そういうことか。ちょ待って、危ない、そういうことや。うー、じゃあこの猫のやつがなかったらちょっとすごい大変なんじゃない。四足歩行やめようよ。ここに出てこれるってことか。え、この格好やったらいけるとかそういうのはない。よいしょ。ちょ、この壁伝いでいってさ、え、いけんのかな。これ時間とか関係ある、ありそうやけど。これで、あ、戻った。ちょ待って、猫じゃなくない、これ2回目とかないよね、やっぱり。あー、やっぱりない。あー、猫マリオがなくなってしまった。あれ、猫マリオでいいんかな。くっそー、便利な便利な便利な猫マリオがなくなってしまった。つら、あ、あるやん。しまって、あ、ちょっと待って、速攻でなくなったんですけど、つら。なにこれ、え、増える。ね、なんかめっちゃ増えた。縮む、これ。え、縮まない。あ、時間が経ったら縮む感じ。なるほど。そして私も縮みました。これ小さくなったらあれよね、やっぱり壊せんくなるんよね。これの頂上には一体何があるかしら。あ、やった。でもたびたび出てくるってことは、これやっぱり、あ、やっぱり攻撃でできるんやな。あ、突き落とした。突き落としたよ。あ、危ない危ない危ない。なんかあっこにも30って書いてるのがあるんやけど、これはなんかどこかしら途中、
どの辺？この辺？でもな。ちょっと待って。この辺かな。いやでもなんかやめとこうかな。ちょっと怖いけんやめとこうかな。いけなさそう。ね。あ、なに？ハテナブロック何回か使ったらなくなるんや。そういう感じ。なるほどね。ん？何回か使ったらっていうか最後まで出したらなくなるってこと？あ、ちょっと待って。あ、普通にしがみつけるやん。そういうこと？なるほどね。復活するのね。よいしょ。はあ。そして一番上、あ、え、一番上上がってった。え？上がってったよ、無理やり。猫や猫。にゃーお。やったねー。あ、土台完成じゃない？おお、急激に。なんか思っとった土台と違う。こういう感じなんや。こういう感じなんやね。完成しました。やったー、土台が完成。前より広いものができました。この土台、透き通るような白さでしょ？まるで私の心のようです。本当にそういう人は、そういうこと言わないの自分で。さ、次は、いよいよお城を作っていきます。どこから作りましょう？本館一階。それ本館から作るやろ。え、足りねえ。ん、どこも足りんやん。頑張ろ。受付キノピオのお願いを叶えて、コインを集めてくださいね。次でかな。もっとコインがいるな。うるさいな。催促しないで。さあ、マリオさん、お願いを叶えてください。の前に。受付キノピオのワンポイントアドバイス。その2。パチパチパチ。何かが完成したら、お親方に話してみてください。新しいものが建てられるかもしれません。5本。それでは、改めまして。マリオさん、新しいお願いが来ました。おー、めっちゃ。あ、難しさが上がるところや。で、また今度、6から上がるの難しさ3。くへへ。なんか、ストーリーモードは、コースが100種類以上あるって聞いたんやけど、え、なんなん？最後の方も難しさ4しかないんやないん。はい、それで砂漠の太陽あっちこっち。今日の砂漠の天気は晴れ。暑すぎて太陽が襲ってくるでしょう。太陽が襲ってくるなんて素敵だと思いませんか？襲われるのはちょっと素敵じゃないかな。プロペラキノコを取ったら R で高く飛べるので、それで避けて進んでください。お天気お姉さん。あ、天気予報やね。R で？プロペラキノコ。太陽本当に襲ってくるんや、嫌やな。それでは行ってらっしゃーい。砂漠の太陽、あっちこっち。太陽が襲う、おー、ね、なんか思ったより気持ち悪い太陽なんやけど。ちょっと待って、びっくりした。あ、こういう感じか。やめて、襲ってこないで。あー！ほら、来ると思った。なんかこれ、羽付きやコイン、かわいい。お、危ない、やめてよ。これか。思った感じと違ったけど、そういう、ういー、やべい。なるほどね。そういう飛び方なんやね。もっとふわふわした感じかと思ったけど、トルネードのように。危な、ウィー。待って、これこれ危な。ああ、これはあれかな。ああ、ちょっとやめてよー。ああ、せっかくの羽が。あ、ちょっと待って。無理無理無理。なんか花みたいな太陽やね。助けてー。お。ああ、ダメだ。なんかクリボー落ちてった。落ちてった。なにこれ、なにこれ。特に、いや、この上の部分に意味はないわけで、何あれ分裂するんや。へぇ。うわ、超怖いんですけど。刺さった。刺さった。あの30のコイン取れるかと思ったのに、ダメやん。やったー、でも一番上。一番上。
イエーイ。パチ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 。さあ、これでとりあえず、作れるものがあります。あ、ちゃんとそうやって知らせてくれるんやね。今はこんな感じです。本当は本館から作りたかったんやけど、東館1階で。じゃあ本当に作っちゃいまーす。オッケー、それじゃあ工事スタート。あー、稼いでも稼いでもなくなっていく。3段階なんや。東館1階の工事始まりました。担当は青木のピオです。誰でもいいよ、別に。さあ、お願いの方をどんどん叶えて工事を進みましょう。ほう、新しいお願いは3件。なるほどね。なるほどね。って。さあ、マリオさん、お願いを叶えてください。の前に、受付キノピオのワンポイントアドバイス。その3。パチパチパチ。お願いリストは LR でページを送れます。また Y で叶えてないお願いだけを見られます。ご本、それでは改めまして。マリオさん、新しいお願いが来ました。行ったり来たりお化け屋敷。聞いて聞いて、最近お化け屋敷のコースを作ったんだけどさ、自分で作って出られなくなっちゃった。出られるはずなんだけど、不思議だ。不思議だわ。誰でもいいから抜け出してくれないかな。歌って踊れる一号。何それ、名前が特殊。それでは行ってらっしゃーい。行ったり来たりお化け屋敷。これもまた違ったドットやね。落ちてくる、もしかして。お、落ちない。あ、これは、カメ？ぽいね。よいしょ。は。ここ扉入れるんやね。お、入れた。そっか、お化け屋敷って言ったっけ？これ何？なんでもない？なんもなかったわ。あのスイッチどうやって押すんやろ。よいしょ。ほ。お、キノコー。でも何もできそうにないけど。はっていっ。うん、別に何も。こ、壊せるとか。いや、壊せない。ちゃ、待って。ちゃ、待って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 。怖い、怖い、怖い、怖い。く。はっ。いけい。よし。ん？あの下の部分。もしかしてあの、スイッチが関係あるとか。ないから。なにこれ、柿？かわいい。ん？お。めっちゃ蹴り飛ばして。よいしょ。これどうやって行くんや。お、ヨッシー！ヨッシーや、ヨッシー。なに？ヨッシー2匹いるんだけど。これさ、あ、違う違う違う。はワンナープ。ちょ、待って、あの、ヨッシーってさ、いたいた、あー、ヨッシー。テレサ食べれるかな？さすがにテレサは食べれないのか。よいしょ。あー、無理なんだけど。助けて。これ罠？下の。なんかよくわからん。よいしょ。これもしかしてヨッシーに乗っとったらいけるとか。痛い。ほっ。あー。ヨッシー。あぶね。あ、ヨッシーは大丈夫なんやね。まあ、めっちゃ走り回りおるしね。助けて！あぶね。めっちゃあぶね。ね、これなにこれ。素敵なの？ん？痛い。痛いって。敵なのかな？あ、痛い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 、助けて、ちょっと。あっちのヨッシー引っかかってしまっとる。あ、にゃー！なんてこった。はぁ、やばい。これはもう私、あれだわ、ルイージを頼るしか。何これ？あ、この中から使えるってこと？え？なんか消えたよ。え、これさ、これ。こういうことね。こういうことね。これブロック置いたらめっちゃいけるやん、普通に。どうやって置くん？あ、ここのコインは取らんといかんってことか。え？
ちょ待って、この、あ、この下にやったら、いけるんじゃない？ほっ。これでいけるんじゃない？自分でコースを付け足すことができる。落ちたんですけど。落ちた落ちた。ちょ、しっかりして。困ったらマイナスボタンでお助けパーツを使ってね。チャレンジする。何それ、ルイージが代わりにクリアしてくれたりとかするの？頑張ろう。とりあえず、パーツを使います。私には優しい仕様のゲームですね。もうあれやん。ここをさ、下に落ちんようにしとけばいいわけやろ。ふぅ。よし。ふぅ。ね、このブブーって何、ブブーって。これもう一台いるんかな？ちょっと待ってね。パーツで、これ何回でも使い放題？やばいやん。今自分がおるところに置けない。は、て、く。ちょっと待って、私が邪魔ないよね。はい。あ、違う。そんなところにいらないんだ。よし、これでいけるやろ。あ、でも、ブブーってことはもしかして、ここの扉ではないとかそういう。いや、入れるよ。やったー、一気に中間地点。めっちゃずるいやつ。なにこれ、落ちるよ。びっくりした。ふぅー。これは？なに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 ？ねえ、なんかめっちゃ。なんだ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 、なんか何が起こったのかがよくわからないけど、ん、なんか今あそこ通れなくなった、もしかして、ん、何が起こったんですかね。何何何何何何、なんかめっちゃ怖いんだけど、ででん、何かが起こったよね、確実に。ほら、多分さっき、ほら、ここが通れんくなったんよ。ことは、なんか今の、あの時間の間に、で、なんか一回一回さ、ちょっとトラウマになりそうな感じの、ああいうのを見せられるわけですよ。見せられる、聞かされるわけですよ。くわ、はっ、おー、いけた。この時計は何、関係ないの？ここもやね。これで？あ、そこになんか扉あるけど、なんか閉じてしまった。あの上に行くの？何これ？毒キノコじゃないよね。閉じた。あっこに入っていくっぽいね。待って、これ戻っていかんといかんやつやない。ここは？く。ほ。頑張ります。ほ。こう、一発で決めていかんとさ、落ちよる場合じゃないんよね。いけた。あの、P って書いてる扉は多分何かあると思うんやけどな。ん？びっくりした。最初の場所に戻ってきたかと思った。一瞬。ほ。ほ。ゴール？これ。これ旗の代わりやっけ？中間地点かと思った一瞬。うん、すごくなんかよくわからないゴールになってしまった、ゆるゆると。あれも上からせんといかんのかな。お、東館1階第1段階が終わったね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあ、なんかストーリーモードはどんなに下手くそな人でもとりあえずクリアは必ずできるっていう風に書いとったけど、確かにコースを無理やり変えていくというね。やばいやつ。